山本哲次1月28日隊は、日本のゲームクリエイター、プロデューサー、作詞家。株式会社、バンダイ、株式会社ウィズ、株式会社、ソニーミュージックエンタテインメント、株式会社、ソニーコンピュータエンタテインメントを経て、現在は、ゲーム制作会社、株式会社エピックスの代表取締役社長、CEO、東京都八王子市生まれ、 小中学校を世田谷区渋谷区で過ごし、石川県立金沢商業高等学校を卒業。株式会社、バンダイ、株式会社ウィズ、株式会社、ソニーミュージックエンタテインメントを経て、株式会社、ソニーコンピュータエンタテインメントの創業メンバーとして、プレイステーションの立ち上げに尽力。ジャンルにとらわれないユニークなアイデアの数々で名作を生み出し続け、 ヒットメーカーとして、多大なる功績を残した。手がけた作品は、ジャンピングフラッシュ、ポポロクロイス物語、IQ、インテリジェントキューブ、頑張れ、森川くん2号、やる、ドラシリーズなど多数。2006年諏訪退社し、現在はゲーム制作会社、株式会社エピックスの代表取締役社長、CEO。企画、ディレクション企画、 プロデュース2014年チャンピオン S ゴルフスマートフォン1980年代後期 EPIC ソニーレコーズニューメディア部 GS 制作家のディレクターだった山本は企画ネタを探している最中にアニメ制作会社の社長に TV シリーズポポロクロイス物語の企画書を紹介されるこの時点ではこの TV シリーズの企画書は数年前に没になったものだったが ゲーム用の企画ネタとして使えると判断した山本はスーパーファミコンソフトのゲームとして企画を立てて会社に提案した。ところがソニーとニンテンドーが共同開発したスーパーファミコン後換機であるプレイステーション事業が立ち上がり急遽スーパーファミコン後換機プレイステーション専用ソフトとしてポポロクロイス物語の企画を練り直し企画書を書き直した。が 同事業は初版の事情により発売がとんざ。ソニーは独自制作によるゲーム事業進出を決め、現在のプレイステーションが生まれる。これにより、同ソフトの企画書は3度目の書き直しを行うことになり、本格的な制作がスタート。現在のプレイステーション、ポポロクロイス物語はそれから3年半後の1996年7月12日にリリースされた。 ポポロクロイス物語の原作者、タモリス介とは二十数年の付き合い。ポポロクロイス物語、ポポローグ、金と月のマヤなど、タモリ作品の原作権は山本が代表を務める株式会社エピックスがライツ活動を行っている。ありがとうございます。